さあ、はい、どうぞ。僕あのおばあちゃんに育てられまして、で、まあ、おばあちゃんも亡くなったんですけど、はい、おばあちゃんフェチというか、おばあちゃんが本当可愛らしくて、はい、おばあちゃんめっちゃ見るの好きなんですね、はい、で、近所 のお好み焼き屋さんでおばあちゃんが一人でやってあるお好み焼き屋さんがあって、あんまりお客さん入ってないですね、うん、もう88歳ぐらいの方だと思うんですけど、うん、もう腰もこれもうこれぐらい曲がってはるんですね、うん、で耳が遠いんですね、うん、だから大きい声で喋らないとダメなんです。でビール飲みたい時もおばあちゃんビール飲みたいって言われるともう聞こえないんですね、うん、でそこまで言うとえーって言って、まあ、自分で取って栓抜いてこう飲まなダメなんです、うん、で注文して豚玉って言うて もう曲がった状態でもうこうやってずっとこう焼きに入るんですこれはもう妙義やな思いながら見てたんですね、うん、である日僕お客さん一人でカウンターで飲んでたら、そこにお持ち帰りなんですけど、うん、異常に声の小さいおばあさんが入ってきはったんですね、うんうん、これ世紀の戦いまあそうだね。でおばあさんが、うん、すいませんバタタマを一つ持ってきたんですけどって言って、もおばあ一向に動かないんですね。ですいませんあのバタタマ一枚でよろしいねんけど持って帰りたいんですって言うても、一向に動かないんですね。で僕ずっとそれ見ながらもう言うたらなあかんな思って、おばあちゃん豚玉1枚持って帰りたいんやてって言うたら、うん、って言ってこうまたギャーって焼きはるんですね、うん、でその前にあのそのおばあちゃんが座ってずーっと喋りかけはるんですね、うん、足痛ってね孫に病院連れて行ってもうたけど痛いわー言うて、でもずっとこないして焼いてはるんですよ。目の前すごい絵面になってるんですね何が怖いかやったら、なんかたまにねこっちの声の小さいおばあさんがね、そうでんねんって言うんですね。何が聞こえたんかなえらいことになってはる状態やもん。でもずっと一方的に喋ってんで焼き終わって、こうそのばあはこうやってお好みを持ってはるんですね、はい、ほんでまた「おいくらですか?」っていうのがまた8回ぐらいやってでもこれ言おうって「ばあちゃん何ぼ!」言ったら「700円!」って言って、ほんならそのおばあちゃんがわーって小銭入れ出してね、こうやって置きはるんです小銭を、はい、でこれちょうどって言って出したんが、うん、あの1100円やったんですね、うん、もう大きさ間違えてるんですよ、ね、700円やから500円、うん、大きいの1枚と小さいの2枚でミッキーマウスみたいにならなあかんのに、うん、大きいのが2枚で小さいの1枚でものすごい耳のでかいミッキーマウスみたいになってあるんです、はい、でこれは言うたらなあかんってよう思った瞬間、さっきまで聞こえへんかったおばあが、うん、いきなり「へいちょうど」って言ってそれもらえる。あかんそれ1100円や、うん、って言うて、うんうん、もうそのまんまおばあちゃんにお釣りを返して帰ってきて、ものすごいなんかビールがものすごい苦かった。はい。梅田をちょっと歩いてましたら、うん、化粧品屋の前に行った時に、うん、おばあさんが、うん、こっちでっかい包んとこに手入れて、わたいもうよろしい、わたいもうよろしいって言うてあるんですよ。で何があんねや思ったら、始まりがもうおもろいね。どうやら化粧品を何千円か以上買ったら、うん、抽選できるっていうシステムなんですけど、箱じゃなくてちょっとこじゃれた遊園地とかにようあるこんなカプセルみたいな中にブワーって回ってて、お金かかってるやつだね、はい、500円入れたら1枚取って景品もらえるっていうのがあるんですけど、商売じゃないんでそんな枚数が入ってないんですよね。でおばあさんでは取れないんですね、くじ引きが。でもうずっとやってるみたいで、もうまたよろしい、またよろしいみたいですよ。ほんでサラリーマンもものすごい立ち止まって、今からどういう展開なんねんみんな見てて、俺もこれ絶対見とかないわ思って、ほんで、はい、もうなんか店員さんは頑張ってみたいなこと言ってるんですけど、いきなり買ってみたら、若いもよろしいって、このおばあちゃんも諦めますか言うて、言うて手抜いたら、ピッターとこの上に、一枚だけくじが乗ったんですよ。うわーってなって、店員さんがバー開けてパッと見て、外れですって言われた。みんな当たらなあかんやろ、これみたいな。あれはびっくりしましたね。かわいそうにな。かわいそうな。かわいそうだな。だな。これは。おーっと。おーっと。じゃあ。
僕はあのちょっとものすごい悪い子供を見た時の話なんですけど、僕はあの大型の電気屋さん行くのものすごい好きで、なんか電気屋さん入ったら 1.5 倍テンション上がってまうみたいな、うわーなっててうろうろするの好きなんですけど、わーって後輩だろいとったら、後ろの方で、おっさんの声でやめなさい、たっくんやめなさいっていう声が聞こえてるんですね。なんかなのでパッて見たら、おっさんがあのダイエットに効く乗馬マシーンとかでどんどん揺れながら、たっくんやめなさいって言ってるんですよ。多分たっくんという子供が乗った瞬間にマックスにして逃げたと思うんですね。で、たっくんやめなさいって言って、で自分で止めないんですけど、やっぱ揺れに弱い人なんですよ。やめなさいたっくんでお前なってるんですよ。でたっくんらしき者は誰もいないんですよ。で店員さんが来て、あ大丈夫ですかって止めて、あー言ってそのお父さんが走っていったら、たっくんはマッサージチェアで寝てるんですよ。たっくんものすごい悪いなと、普通は自分のやったの見るやんみたいな。でまあまああんな子供ものすごい悪い言うて、うわーってまた歩いとって10分ぐらい経ってから、またさっきのおっさんの声で、たっくん返しなさい、たっくん返しなさいなんでしょう、なんかやな思って、なんでしょう、パッて見たらおっさん立っとるんですよ。ほんでタックもここにおるんですけど、さっきよりねおっさんの方が盛り上がってんすよ。ね、ね、なんかなまだここに低周波治療器コーナーって書いてあるんですけど、多分つけてタックにリモコン取り上げられて桃のマックスにされてると思うんですけど、タックやめなさい返しなさい5秒になったら10秒タック返しなさいタックなんかスリラーみたいにタックに泳ってるんだ、タックタックマイケルジャクソン、マイケルジャクソン並みに悪いなタックン、これはあかん、タック悪いですね、あんなあかんで、あれはあかん、怒ったったやんタックンは、あかん、一番がすごい当たってしまいましてね、申し訳ないんですけどね、じゃあ次行きたいと思います。あ、ひょうど、ひょうちゃん、はい、まあ先輩で大阪キッズの藤田さんという方がいらっしゃるんですけども、昔コンビでやられてて今お一人になられて、まあ、僕ら先輩なんですけど、もうものすごい天然の人で、でまあアルバイトなさってて自転車の撤去のアルバイトを行って、で現場が自分家の最寄りの駅で自分の自転車撤去していくみたいな、そういう感じの天然な方で、で喋り方もほんまに、ああひょうやんあれやなっていうような喋り方なんです。口元が緩いのでもういつもあーあーって言うてよだれが常にこう落ちるんです、で一回僕車乗って兄さん助手席乗せようとした時に、ごめんなひょうやん乗るわーあー言うてよだれ落ちてるの分かったんですよ。昼間うわーってなってさーって落ちたんです。で落ちたんがたまたま、うわ車にな俺のシートにつくかな思ったら、手出してる兄さんのここにポチャンって落ちたんですよだれが。その瞬間むちゃくちゃ晴れてる空見て、ひょうやん降ってきたでって言われたんですよ。しゃあないよ、もうしゃあないなっていうぐらい天然な兄さんなんですけど、で一回その兄さんと滝修行って行ったんですね、はいはい、で僕何年か連続で滝修行プライベートで行って滝に打たれに行くっていうのをやってた時があって、はい、で一回その藤田さんが付き合ってくれはったんです、ですごいですね、もう寒くてもう滝がバーッとあるところに突っ込んでいって、チェーンがあるんですけどそのチェーン持ってガーッ滝なってるところにガーッてなって、お坊さんが東京を呼んでいただいた間ずっと耐えて終わったら出てくるみたいな。でもうほんまに一歩目水に入っただけで心臓バク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 ってなって、もう過呼吸になるぐらいもうすごい修行で、で藤田さんと一緒に行った時にその滝に突入する時に願い事を言うていく、で僕は何度か言ってるので藤田さん初めてやったから、これ願い事言うていくんです、考えといた方がいいですって言うて、わかった考えるとこは言うて、で入って二人ともガーなってて、で藤田さん次ですよって言うて、はい行ってきますって、健康で怪我もなく幸せに暮らせますように言うて滝に突っ込んでいったんですね。でバー持ってグー耐えてはるんです、ほんでお坊さんがグーお経読んで、お経終わって出てきなさいみたいになって、はい言うて一歩目スローン滑って、岩場に頭からジャーマみたいにダーンってなって、ああってなった時に、怖ってなって、2秒で突き放されてる思ったんです、神様に。だってお願い事を言って終わり直後にトロンダーンってなって、ああ言うてる時に怖ってなって、でちょっとだけ笑ってもって、あ
もうあかんやんってなってわーって言って大丈夫ですかって言ったらあ大丈夫全然いけるよ言うて結局大きい怪我もなかったんです。で大丈夫ですかねすいませんって上がって、うん、で、まあ、体拭いて次ごま行がある、はあ、ごま行言うならこう自分の願い事を書いて、はあ、火をバーってなってるところに入れて、はあ、拝んでいただく、はあ、で終わったらお札をもらうでそれも参加して、はあ、終わってでもう帰りましょうかってバーって帰ってる時にお坊さんが、まあ、僕毎年行ってたんで兵頭さんはあれですねみたいなめっちゃ優しいお坊さんあのこういう風にプライベートでもこういう修行なされるっていうのは本当にすごいことですよみたいな諭していただいてで2人でバーって帰っててでパッて見たら古札入れるとこあったんですその言うたらあのもう終わったやつで僕去年も来てたんで去年のを、まあ、納めに行こうと思ってあすいませんあちょっとあの去年のがあるんでって言うてお坊さんに言ってわーって言ってあどうぞどうぞって言ってで僕そこ行って去年のお札を入れたんです、うん、それを藤田さんが見ててそういうしきたりは思って今もうたお札をバーン入れたんですその瞬間お坊さんが何してるさっきまで言ってたお坊さんが何してるさらちぎれるほどあるすごい方すごい方が、はい、いますよね、はいいやだいぶ前の話なんですけど新幹線に乗っててちょっと眠たいからこうやって窓側やって僕こうやって寝てたんですけど急にドンってなって、はい、ってなったら横でおっさんが乗ってきて、はい、あの結構ガサツな座り方されるやつで結構ガッてなってあのあーってなりながらわーってなってたら、うん、もうなんかそんなおっさんに限ってなんか上に荷物置いてんのにちょっと忘れてまた取って置いてまたドンってやられてまたドンってなってもう何やねんな思ってもう腹立つわ思いながらこう目つぶっとったらなんか一人でずっと暑いわー言ってるんですよで、まあ、夏やったからあそれ暑いやろうとほんでもう別にもう一人で黙っとってんやん思ったらアイス食べようアイス食べよう新幹線のアイスアイス食べよう言うてるんですよでも食べたらええやん思って俺めっちゃ好きやからな誰かおんのかなぐらいむちゃくちゃ喋るんですよこれほんで、ほんでもそうなんや思いながらずっとなっとってねちょっと待ったらもうアイスクリームを売りにお姉さんが来てああお姉さんお姉さんって言うてもう声のボリュームをだいぶ間違えてほんでもう来はってほんだらあのアイスちょうだい言うたら、バニラと抹茶がありますとほんだらもうなんか焦りすぎてバニチャって言うてるんですよもう何やねんな何を焦ることあんねん思いながら俺もずっと目つぶってたんですよほんでああじゃあごめんなさいバニラでって聞こえてでなんぼ言ったら、まあ、その当時260円やったで260円ですって言った瞬間にそのおっさんが「260円もすんねや」って聞こえて「ええわ」って言ったんですよでまずめっちゃ楽しみにしてたんちゃうんかっていうのがあって「200円や思ってた」って言うんですよほんで「ええわ」って言うてほんでアイスクリームのお姉さんの声だけが「アイスクリームはいかがですかアイスクリームはいかがですかアイスクリームはいかがですか」って言ってもらったんですよほんでずっと「ああ食べたかったなーああ」って言うてるんですよであんまりにもうるさいからパッて見たんですよおっさんの方パッて見た時になんでそういうことになったんかは全然わかんないんですけどパッて見たらおっさん100円玉2枚目の上のして寝てたんですよなんでってなって怖い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 よそっからずっと食べたかったなーっていうやばいやばい、やばいな、200円を握りしめてただと思うんですけど、なぜここに置いてこうしてたかはわからないどっかね、60円分置くとこありゃよかったなかったらな、いや、ちょうど、そうか、すげえなさあ、があるんですよ。これは僕決めてたんです。前回の MVP 春日に行きたいと思います。ありがとうございます。一発目ってありますね。一発目いただきました。これ本当来るんですよね。ありがとうございます。6回前回当たりましたから。はい。いやちょっと幸先いいなって感じしますけども。私10年以上乗ってるあの原付があるんですよ。しかも10年前に買った時に。ネットオークションで買ったんでその何年か分かんないですよね何年ものなのか分かんないもうボロボロでシートにシートがもうズタズタなんですよねでビニール袋をかぶせて乗って、うん、で塗装ももう剥げちゃってもう鉄が見えてるぐらいただでも動くんで走るんで乗ってるんですよたまにでもうセルじゃ動かないんですよねだからもうキックスタートでも動かないんですよなんでこの押し掛けってこの
ちょっと小走りしながらこう原付をこうやってて、エンジンかかったらこうバッて乗るっていう方式なんですけど、で、あのこの間、家の近く、まあ、コンビニに行こうと思いまして、家にて結構コンビニが遠いんですよ、500メートルぐらいあるん で、うん、で寒かったんでちょっと原付で行こうと思いまして、うん、で原付に乗ってこのいつものようにこの押し掛けをしたんですね、うん、したら結構寒い日だったんで、はいはい、なかなかかからなかったんですよ、エンジンが、うん、でかからないまま押し掛けのままコンビニに着いちゃったんですよ、うん、で置いてまた押し掛けでこう帰ってくるっていう、体ポカポカでしたね寒い日だったばあちゃんのあれやんか、ばあちゃんがあれやんかカードみたいな、みたいな、いきまーす、はい、どうぞ。これはですね、マクドナルドに行って、うん、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でこうやって上がったんですけど、うん、まあ結構混んでたんですけど、カップルが二人おって、うん、で一個挟んでまだ空いてたんで、うん、ちょっと挟んでこうここに座ったんです、うん、ほんでまあ食べようかなと思ったら、こっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に平浜でも行くっていう話になったんですよ。何白浜でも行く？白浜です。白浜です。ちょっと、はい、ちょっと受けてはるんで、ね、白浜でも行くって言うから、まあ行ったらええんちゃう思って、まあ時期もええしなーっていう話になったからね。まあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって思ってて、で前は思ってたら女の子が急にその彼氏ですね、うん、にあのこれプレゼントやねんって言って箱を渡したんですね。うんうん、ほんだら。その男の人が、うん、嘘マジ嬉しいわサプライズやー言うてはで、あサプライズよかったなー思いながらビーガーで飲んでたら、うん、マジで嬉しい俺が欲しかったやつかなー言うてほんで、まあええんちゃう思って背中がカパッて開けたら急にね、何これって言うんですよ、うん、あれさっきまで、うん、白浜でも行くって盛り上がってわーって言ったら何があったんやろ思って、もうその段階で僕もガン見してるんですよ、うん、ほんでって言って、うん、中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ、うんうん、で俺こんな欲しい言うた俺欲しい言うたのハンキングの帽子だってハンキングの帽子じゃないよ俺これ言ってないよ俺ハンキングの帽子でもうハンキングの帽子やんか普通間違えるって間違えるわでも誰も悪くない話だよ発熱がお前が悪いよ彼女の優しさいろいろ悪い人一人もいけないですよ、科学前途っていうね、科学的に前途ちょっと肩寄るの、ね、ちょっとバラけさせたいとこです。スポーツジムに行ってまして、はい、でお風呂入ってたんですけど、うん、で同期でヘビイチゴの高橋っていうやつと一緒に行ってたんですけど、でまあ浸かることもなくあの、まあ、ここまでちょっとお湯に入って座ってる状態でやってたら、体洗うところにバーって並ぶとこがあるんですけど、一、うん、人のおっちゃんがなんかわーってやってはって、でカラカラって一人入ってきはったんです。ほんで入ってきたおっちゃん見て、初めから座ってるおっちゃんが「よー一等兵!」って言うたんですで言われた方が「よー二等兵!」って言うたんですで何やろこれ思って、高橋と何やろな言って、うん、ほんならまた違うおっさんカラカラって入ってきたら、うん、その二人がそっち見て「うん、よー三等兵!」って言いよったんですね、うんうん、で「おー一等兵二等兵!」みたいな感じになって、うん、で結局四等兵まで来たんですよでこれ何なんやろなってなってて、でまあとりあえずジムで友達になってみんなが集まってその時間でお風呂になってでそのチーム作ってあだ名つけてんやろかほんでええー、なーおっさんになって周りで遊びできたらええなって言うてたら、あのみんな体洗い出したんですけど、一、うんうん、人が急に「一等兵!」って言うたら、みんなが「二等兵と三等兵と四等兵と五等兵!」って歌うんですそういうふうになってんの何の歌なんやみんな「ハハハハ!」って笑うてはるんですよ。ほんでまあええんちゃうのりもええんちゃうほんでまたまあってやってたら、ちょっとましたらまた誰かが三等兵ぐらいが「一等兵!」って言ったら、みんなが二等兵と三等兵と四等兵と五等兵って笑いよる。五等兵おらんやんけ思いながら、まあまあええか思ってて、ほんでみんなわーって一通り体洗って同じタイミングで洗って、全員が頭洗うためにシャワー出してガーやりだしたんですね。ほんでわーってやった時に、高橋が急に一等兵って言ったんですよ。ほんなおっさんの全員頭洗いながら、一等兵と三等兵と四等兵と五等兵
って言うて、終わってすぐまた高橋が、うん、行っとけーって言ったら、またみんなが、うん、行っとけーって言ったら、行っとけーって、それを5回、隙間なくやったんですよ。だから、二等兵ぐらいが怪しいと、うん。こんな速度でこの歌来ることがないと思って、こんな顔して、キャーってこっち見たときに、高橋が、行ったっていうとこやったんですよ。その瞬間、二等兵が、騙されるなー、似たもんだーって言うのが、来る前に響いて。ほんでみんな二人でブワーって逃げて帰って何の話しやろ本当に何者おらんやろ全員見せろや大阪やなぁおもろいなぁいやぁ滑らないっすねいや心配しないですよ兵庫行かせていただきますおこの前名古屋に仕事があったので、うん、新幹線を新大阪から乗ったんですけど、うん、博多行きでバーって、まあ、来た新幹線で、うん、でもう先に人は乗ってはるんですけど、うん、でバーって行ったら結構混んでてうっすら埋まってたんですで僕窓側の席やってバーって行って通路側にも人が座ってはったんですけど、うん、すいませんって言ってほっと見たら小太りでメガネでハンチングやったんですよその人が、うん、でうわってなったんですようわってなで向こうもうわってなったんですいや全然知り合いちゃうしこっから僕まあ名古屋なんでやけどこれえ名古屋までこんな靴耐えなあかんのみたいなで すいませんって言ってああどうもみたいなで僕らこう2人座ったんですで僕バーって窓見て何の引きやねんこれよでうっすらちょっと考えてたんです新幹線って何席あんねんざっくり1300席はあるやろみたいなの位置引いてるかこれってなって でも冷静に考えたらファッションやし別に恥じることないやん、うんうんうん、女の人も同じような服で被る時もあるし、うんうん、もうこれ別にいいわと思って、うん、ちょっと座ってたんですけど車掌さんがファーって来てあの切符拝見です言ってで通路側のハンチをすぐ出しおったんですほんでパーって入ってやって、うん、で僕立ち上がって後ろのポケット入れようかな思ったら案の定車掌さんにあ大丈夫ですお連れさんですねって言われたんですでその時にあ違いますって言った時の空気がファンっていう空気だったんです絶対車掌さん笑ってたんですちょっとえってなってあこれ僕のですで車掌さんが一気過ぎてからのここの席がたまらん空気になったもうなんかもう上のニュースずっと二人で見てたりとかえ連れでもなんでもないのにと思って僕いたたまれようになってあちょっとすいませんって言ってタバコ吸いに行ったんです喫煙所にタバコ吸うてうわこれ京都で降りてくれへんかな思ってでまあ最悪まあ名古屋までかとどうしようかな思ってずっとタバコ吸うとってまあ戻らなしゃあないわーって消して戻ったんですほんなら僕が通路行ったら通路側のハンチングもいたたまれへんと思ってそうしてもタバコ吸うと思うんですけどパッて立ち上がって僕が帰ってから行きゃええのになんか僕が通路来てるのにまた通路来てなんかもうハンチングとメガネが入り乱れてるみたいになってもうないやねんもうお前俺が座ってから行けやと思いながらもうわーってなってわーって行ったんですでわーって座ってこれちょっと地獄やな思ってで僕大体頭薄毛なんですよで帽子取りたいないんですよ取るとケツ出して俺恥ずかしいんですよでもハンチングと2人おることよりもこっちや思ってもうメガネとハンチング取って堂々とこう座ったったんですよこうやってほんでカッてなってなんでこんな思いしなあかんねん思って俺かこれ思ってさらされてムーってなってたんですけどハンチング帰ってきたんですでもムーってなって俺がちょっと笑ったんですけどファーってハンチング帰ってきて俺がこの感じ取るからそのハンチングまさかの席見失ってたんですよ目印だそらちょっと笑うじゃんそらちそらちやなあれもう灯台がなくなってもうかあれってなってたあーすいませんまたちょっとこうやったらおーみたいなランドマークがランドマークがねなくなる怖いな確かにいじらしい話やな切ないな切ないな切なおもろいないやいいですね滑らんねいいですねさあ行きますはい、はい、おおひょうでええんちゃうおお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 おえんじゃん
あれです、まさか一発目やと思ったそれそれ俺はしゃべりこれでいったらええんやろガチってこういうことじゃない京ちゃんのでかい巨体が破損だもんねそうですよねエビス顔芸人言うてんのにもう泣き顔なんですよいや、もうちょっと勝負かけます、はい、大阪でずっと仕事してまして、うん、で大阪の、まあ、仕事移動は全部自分の車で移動してるんですけど、はいはい、で、まあ、仕事場から仕事場行く時にわーって運転してる時にちょっと鼻歌というか、うん、ふとなんでその歌が出たんかわからないですけど、うん、その時にチェッカーズのソングフォー USA がファッと出たんですよ、うん、僕ら世代に、うん、This is Song for USA っていうような、うん、わーって歌ってたら無性に聴きたくなってきて、うん、で、なんか聴きたいな聴きたいなと思いながらずっと移動しとったら伝えが出てきたんですよ、うん、とりあえず行って当日で借りて、はい、でちょっと聞いて、はい、自分のストレスをそこでなくして、はいはい、行ったらええやんと思って、うんうん、でもちょっと仕事時間がないんやけど、はい、まあ、とりあえず行ってみよう思ってバーって入ってでバーって探しに行ってほんで、まあ、チェッカーズやっぱり今も大人気ですからねすごい量があるんですよ、はい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 、でどれやねどれやね思いながらこれかな思ってベストシングルコレクションみたいなこと書いてたから、うんうんうん、これかな思ってファッと見てこれ入ってんのかな思って裏曲名書いてるとこ、はい、バッて見たんですけど伝えあるあるで曲名のとこにこれぐらいのバーコード貼っとるんだなんやねん分からんってなったけどまあでもシングルコレクションみたいなこと書いてるから、はいはい、まあこれでええわ思ってもう急がな思ってバーって言ったらまあまあ混んでるんですよ、はいはい、レジ的なところがでもそんな時に限ってねおばちゃんが店員さんに、うん、マッチがないマッチがない言って松田聖子まではあんねんけど言ってんねんけどまあで探すからやってなってこうで探せ近藤正彦ことマッチやなんでまあ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 ないわそらはってなって急いでんねんってなってほんでもうその人にずっといざなわれてわーって行きはったほんで俺がやっと俺の番になって借りてほんでまあとりあえずまあ車に戻ってもう時間ないで思ってバッとほんでわっとこう CD 流らしたんですけど全然知らん曲しか流れないですあれシングルコレクションって書いてたやんってなってもう一回見たらリバースって書いてるんですよ、うん、で昔レコードやったんで、うん、B 面シングルの B 面のベストやったんですよ、何これってなって時間ないのにもう無理やんってなってとりあえずそれをもうなんかもう録音し始めとるんですよ、うん、せんでええわってなりながらそれ取ってまたバーンって戻して、うん、でもう行かなあかん思って借りてる時間ないわ思ってビャーって帰って車乗ってバーって行ったら聞きかけたのに聞かれへんから、うん、ごっつ聞きたいわってなって、うん、うんってなりながらほんであせや思って今なんか携帯でも iTunes かなんかで、はいはいはい、なんかポンと押したらもうそれ買える、はいはいはい、ほんでもうまあちょっとようわからんけどやってみるか思って、うん、どうしても聞きたいってなってもう車止めて、はい、で iTunes というとこ行ってチェッカーズって言ったらまたブワー出てくるんですよ、はい、でどれかな思ったらなんかありましたわチェッカーズの皆さんが白の上下着てバラ持って7人がこうやって並んでる写真があってこれやんか絶対これやんか思って押したらバーって曲名出てきて、はい、わーって見てたらソングフォー USA ってあってこれや思ってパンってやったらむちゃくちゃ早いんですよ1曲をダウンロードが、はい、なんかこんなバームクーヘンみたいなのがプリンってなったらもう終わりなの早ー言うてさっきのあれ何やったんや俺思いながらほんでまあとりあえずこれを聞きながら行こうかな思ってピッて再生して車ビヨンって行ったらティンティッティンティッティンってなったんですよ、はい、何これも撮ってみたらオルゴールバージョンパッて見たらオルゴってちゃんと書いてますよオルゴールバージョンあれだぜ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 あれ腹立つよな俺も子供の時買ったカセット沢田研二ジュリーのやつ買ったら全然シナモさんが熱唱してるちっちゃい字で書いてるんですよまあじゃあいやー詰めらんなぁ一発目一発目こんな感じ兵頭行きましょう、うん、はい初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、うん、大阪の番組でベトナムに行く、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、うんうんうんで緊張して座ってで僕英語全然ダメなんですよ、うん、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らんでその飛行機がベトナムの飛行機 で、うん、でビジネスクラスの前の方を座らせてもらったんで前は席じゃなくてちょっと空間とか、うん、壁のとこやったんですけど、うん、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、うん、なんか綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ何やろ思いながらでちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら
でそのままうなずきもせんとあかんねんねやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんです。それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ、座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って普通2つぐらいですよ、ね。で1個バーン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ、うんうん、これはまあ分かるわ、うん、ほんですぐ左から2番目、それは左一番左で、左から2番目をポンと押したらウィーンって足上がってくるんですよ、うん、おーなるほどなるほど、うん、で3番目ポンと押したらうーん言うけど何にも変化しないこれ何やねんお前パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっと興奮ってなってるんですよ嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで倒す時期やったから、おっさんがたまたま倒れてただけで俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思ってでバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあってガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバって出した、これモニターがあったんです。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんです。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんです、うん、でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、はいはい、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから、おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で何のボタンかよくわからんから、とりあえず押してまいってビャーッと押しとったら、それCA さんを呼ぶボタンやったらしく、で全くわからないんでバー押しとってふわって見たらなんか足見えるんです。でふわって見たらさっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるから、え何やって、何やねん何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、あ喉も渇いてたからコーラプリーズって言うたんです、うんうん、でうなずいてピャーって行きはって、うん、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたらスッと戻ってきてコーラくれて、うん、あ言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったら、またそこ押したんでしょうね、うんうん、またファッと足見えるんですよ、うん、何やねんな思ってほってみたらまだこうやって立ってはるんですよ、うん、何か言わなあかん思って何やろな思ってコーラ指さしてデリシャスって言うたんですよ、うん、向こうがうんみたいな感じで、ほんで何だろうな思いながらまたガーッやってまた押したんでしょ、うん、また足見えて、うん、こいつ何遍来んねん思って、うん、でちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、うん、ちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんですよ、うん、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから、ね、なんで怒ってんのってなったけど、なんか言わなあかん思って、もう外雲ばっかりやったけど、うん、指さしてああビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン指さして、NO! って言うたら。そっから何も触らずに、ベトナムから。さあ、安弁学。あ、兵頭。はい。昔なんですけど、僕の、まあ、結婚する前うちに連れ5人で夜中遊んでたんですけど、夜中ちょっと小腹減ったなということで、ちょっと近くの弁当屋さんにジャイケンで負けたやつが弁当買いに行こうって、ジャイケンほいって言ったらストレートで僕負けまして、ほんなら俺ちょっと行ってくるわ言って、ほんでみんなが口々にカレーとかなんか焼肉なんとかとか言うんで、もう覚えるのも嫌やしメモってまで行くのもと思って、もうな統一させてくれと、俺がこの世の中で一番うまい弁当はチキン南蛮スペシャル弁当だと思っていると思う、それを統一させてくれへんかなっていう話になって、ほんで分かった言うて、ほんでそれ買いに行くわ言うて弁当屋さん行ったら、まあお客さんゼロやって、すいませんチキン南蛮スペシャル弁当いつでいただけますかって言ったら、はいって言って、まあ店員さんが中で作り出して、で僕そのカウンターのとこでこう待ってたら、ちょっとまあ年下なんですけどちょっといかつめの2人がバーって入ってきて、1人が俺唐揚げって言うたんです。ではいで、もう一人が俺チキン南蛮スペシャルって言うたら、すいません売り切れですいう話になって、で、あらってなって、うん、でなるほどな、いやねん言うて、また一人がその唐揚げ言うた方が焚きつけるように人気ないわみたいな言われる方はちょっとうるさいボケ、ほんなら俺も唐揚げでええわ言うて、どっか出て行ってくれたらいいんですけど、僕の問い面で待ち出したんですよ。いやこれはやばいなってなって、でずっとこうじゃやばいぞやばいぞってなったら、なんか奥のなんかミニカウンターみたいなとこに僕が頼んだチキン南蛮スペシャル弁当が一個ずつ積み上がっていくんですよ。いやシャレならシャレならなってもう4つになって、もう5つ目なんかテトリスみたいに消えてくれへんかな思いながら、やばいやんって5つ積み上がってしまったんです。ほんでこれやばい思って、もうババって立って、もう僕財布開けて、言うてもお客さんは僕とその人しかいない、その人らしかいないんで、もうお金出してバッて行っ
ったんです、ほんで普通昼間とか混雑しとったら、例えばあの焼肉弁当なんかのお持ちの方って言うじゃないですか、でももう夜やし2人しかおらんし、なんて俺も出てるし金バッてなってんのに、その店員さんが僕の顔この辺でチキン南蛮スペシャル弁当5つでお持ちの方って言うたんです、ほんならそれ聞いたその待ってるヤンキーのみたいなやつの一人が言って笑って、人気ないわ売り切れとんね目の前でって言いよったんです、はい、でこれやっぱ思ってもう金だけ払って、うん、でも帰ろう思って行こう思ったら、うん、その人気ないわ言われてるやつがなんかもうなんか言わなあかんって、うん、僕んとこバー来て、うん、どんだけ食うねんっていう、いやとあんな握り拳みたいな肉なんぼ好きでも5枚食うか思って年下やし切れたのかな思ってパッて見たんですけど、あまりにもいかつすぎてって言って笑ってそのまま行ったんですよ。まあまあまあ腹立ったんやろうな。多分いいんですけど、ツッコミ間違ってるけどな。どんだけ食うのがないやろ。いやー滑らんな。マジ。あーそう。ジミミミミズみたいな。まさかみたいな。あ、言ってたでしょ。これは今年の、まあ、初めの方の冬ぐらい、1月2月ぐらいで、新型インフルエンザが流行りだしまして、で嫁にちょっと、マスクをこうでいてくれって言われまして、でまだそのマスクが売り切れるっていうことなんて想像もつかへんかった時期 で、でとりあえずそんな行ってくるわ言ってドラッグストアが開く、ちょっと前に着いたんです、ほんで前におばちゃんがいてはったんですけど、もうどっかのスナックのおばちゃんやもんですけど髪真っ赤っかで、なんかもう寝癖でボコーンってなって、で上はなんかものすごく綺麗な青のカーディガン着てはるんですよ。後ろから見たらウッドペッカーやな思いながら見てたんですよ。でチーンと開いてで中入ったんです、で僕ああいうとこ入るとマスクって言われてんのになんかビタミン剤とかをさっき見に行ってみたりとかしててわーってやってたらものすごい酒焼けした声でマスクないのっていうウッドペッカーが言うてて、そんなら店員さんが売り切れですって言うんですよ。ないんかいなって言って出て行きはったんです、で僕もあマスク買いに来たのにと思ってバーって行ってすいませんマスクはって言ったら、いや売り切れです、これ怒られるわ嫁に思って、で自転車乗って次のちょっと離れたドラッグストア行って、で自転車止めて何やしとったらウッドペッカー出てきたんですよ、でそのままシャーって行きよった、であれ思ってほんでバーって行って、で店員さんにすいませんマスクいただきたいんですけどって言ったら、いや売り切れです、ここも売り切れと思って、ほんでまた3軒目バーって行って自転車また止めて鍵閉めてたらまたウッドペッカー出てきたんです、その時初めてウッドペッカーとパッと目を打った瞬間、ウッドペッカーが僕に、その時いつから連れなったんかな、なんかわかるわ、一言も喋ってない勝手に仲間扱いしてそこもマスクは諦めましたこの前だから二ケツして探してるよし本当にあれ あ、はい、ザ・ボンチの里見雅人師匠にゴルフに連れて行っていただいたんですで行こうかー言うて、まあ、キャプテン派だな感じの師匠なんで、で朝早くからものすごいお元気 で、最高やなーって言うたんですで行くでー言うたら、はい、で僕はもうボーっとしながらついて行ってて、ほんなら、まあ、師匠の知り合いで中野さんっていう方、もう一般の方なんですけど、中野さんという方が一緒に来てはって、で僕より年上だと思うんですけど、ちょっと小切れにしてはるというか、ちょっとまああんまり言い方悪いんですけどチャラいというか、顔は男前なんです、なんか高知昇さんみたいな顔してて、で前髪がもうなんかこうブイッブイッてなってる、前髪揃わずブイッてなってる感じでシャシャシャってなってて、でなんか今日よろしくねみたいな、ごっつ日焼けしてはってあよろしくお願いしますって言って、ほんでまあとりあえず僕ゴルフあんまりやったこともないんですけど、ほんで師匠はまずバーンと打ちはって、バーンボール行く、ボールに向かってボールさーん飛んでねー言うてはるんですよ、で兵道行くぞ言うて、俺は呼び捨てなんや思いながらボールさん言うてたのって思いながら、師匠お願いしますってわーって言ってて、で僕下手やからまあ向こう追ったりこっち追ったりしてて、あーわー走り回ってたら、そのまあ中野さんという方がこうってやってはるんですよ、僕に向かって、何ですか、兵道ちゃん肩がね入っちゃってんだこれキープみたいな、こう打ったらいけるから、で言われてもできないんですよゴルフって急に、でバーンと
惜しいねみたいな、うん、次頑張っちゃおうよみたいな、うん、ものすごいアドバイスしてくれるんですよ。ほんででもまあそんな嫌な感じでもなくて、あ、あ、ありがとうございます。ほんで急、まあ、昼ご飯の時も、ヒョウドちゃんあそこもうちょっとこうやったらヒョウドちゃん絶対伸びっからみたいな、うん、まあまあそうですか、ありがとうございます。でまあゴルフも終わりました、はい、でまた私はもう帰られました。でまあその中野さんという方が、じゃあヒョウドちゃん僕帰るから今度さ食事行かないみたいな、あ、お、いいんですか、ちょっと電話番号教えちゃってみたいな、分かりました、で電話番号教えて、じゃあまた電話するねみたいな、ほんでまあ帰りはったんですよ。ほんで俺まあ準備して、ほんで出ようと思って、ほんで携帯どこやったかなってパッと見たらなんか留守番電話入ってるんですよ、うん、あれよ、でまあ、まあ、車乗る前に聞いとこう思って聞いたら中野さんなんですよ、うん、もう素早くもう入ってるんですよ。で、あ、ヒョウドちゃんほんと今日楽しかったよね、あの今度ほんと食事行こうよね、これも俺楽しみに知ってっからみたいな、そこまではいいんですけど、うん、じゃあというわけで NEXT TIME BY NOW って言って切れてたおーなかなかやね、ってなってFM やんってなって、いや、なんぼ年下でも初対面一発目の締めが NEXT TIME BY NOW って切れてたからえ、これどうしたらええのと、ほんでまあ普通やったらかけ直すじゃないですか、でもかけ直しても車乗ったらかもしれんし、俺どっちかと地味やし、うん、NEXT TIME BY NOW って言われたかけ直した一声目もようわからんしなんか ありがとうございますみたいなこと言わなあかんのか乗らなあかんのかどうもわからんかって、まあとりあえずまあ大阪帰ってからにしよう思って、まあほんでまあ置いて、で車がわーって運転してたんです。ほんで帰り道バーって止まって信号待ち取ったんです。ほんで横の車線にファーって車が一台来たんです。でファッて見たら中野さんやったんです。さっき出たはずやのになんかやってたんですかね、なんか知らんけど止まったんです僕の横に。で僕右ハンドルで向こう左ハンドルでごっつ近いなネクストタイムってなって、ほんであってなったら中野さんが言ってやってはるんだ。ほんでウィンって開けて、僕も開けて、あ、すいませんでした、あ、お電話ありがとうございましたみたいな。でバイナウってなんやねんって俺はずっとあって、なんか間違えてた、間違えてんのかこの人っていうのはずっとありながら、まあそこで世間話して、でも信号もそんなに時間も長くないんで、で信号も青になったから、じゃあヨウちゃんまたね、よろしくご飯行っちゃおうねって言うたから、僕はその中野さんに思い切って中野さんって言うたら、パッてこっち見たからバイナウって言うたんですよ。中野さんがブーン何やねん、いや、会うてたんやもん何かはあんねんご飯は行ってませんけど行ってない、腹立つわいやー、締められないです。行きます。なんか気持ち、あの、まあ仕事車で行ってるんですけど、バーって行ってて、あんまり走り慣れてないところで、まあ道路走ってる時に急にお腹減って仕事終わりで、この辺でなんか美味しいとこあんのかなと思って、車止めて食べログ調べたんですよ。だからちょっと行ったところに、あのラーメン屋さんで結構な高得点やったんですよ。でここやってるかなと思って、ほんでそれナビ入れてビューって行ったら、まあ2時前ぐらいやったんですね、それも昼間ので、バーって中見たら結構人気店やけども空いてたんですよ。でバーって入って、ほんで店の中入ったら結構大きい店で、こっちはまあそうですね、まあテーブル席、でこっちはカウンターなんですけど、 U 字のカウンターなんですよ、で僕はこの U 字のカウンターのここに座ったんですよ。でもうテーブル席は誰もおらへんし、であと一人ねお客さんで、この U 字のカウンターのこの辺にお客さん、男の人が一人座ってたんですよ。で僕はもうその U 字の真ん中座って、ほんでまあオープンキッチンみたいになってて、ほんで店員さんがバーって来てくれて、何にしますかって言われて、僕初めてなんでよくわからないんで、おすすめありますかって言ったら、カレーつけ麺が美味しいですと、じゃあそのカレーつけ麺でお願いします。ほんでわーって待ってて、ほんでまあそこの男の人もチラッと見て、まあ男の人やったんですけど、何にもしてないんですよ、食べてもないし、ほんで音楽普通に座ってあるんですよ。ほんでまあ、思いながら待っとったら、カレーつけ麺が来て、で食べたんですけど、うまいんですよ、まあ、うまい、なんかこうカレーも程よくピリッとなって、だしも入ってんのかな、麺とよく合うなっていう、これめっちゃうまいやん、ここ当たり見つけた思って、わーって食べてたら、まあオープンキッチンになってるんで、突き当たりが外に出れるドアかなんかやって、急にバーって食べとったら、そこからなんかちょっと小太りの店長なんですけど、バーって入ってきて、ほんでその常連さんの横ぐらいに立って、今正式に決まりました、この店閉店しますってやったんですよ。ええってなって、なんでなんでってなって飛び込みできて、何この状況常連なら思ってほんで、店員さんたちも、え
ってなってるんですよ。マジっすかみたいな。ほんでなんか言うたらドラマ見に来てるみたいな、もうみんなが、うん、で、あ、本当に俺も悲しいですけどもう店終わります。ってなって、で話聞くとなんかあのオーナーさんがおって、うん、で店を何店舗かやってると、はい、でその、店長さんは雇われ店長さんで、うん、で、まあ、もうオーナーさんはしんどいから店を両方とも閉めると、うん、ただ僕本当にカレーつけ麺とか頑張って作ってるからやらしてほしいっていうせめぎ合いがあったみたいで、うん、でも結局今電話してきて帰ってきてやっぱ罰やったっていう瞬間やったんですよ、うん、はい、なんでこんな時にって、うん、でもうあ、さっきまでずる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 食べてたのに音立てたらあかんのかなみたいなってなんか、うん、みたいなあんあん食いになってもらったのに今その関係やなみたいなちょっとカウンターもこの辺までやったんじゃないってなってたらその店長がその常連さんいつも来てくれてたみたいでその人が俺本当いつなるかわからないけど俺自分の店やりますよって言い出したんですよ、うん、で俺にはカレーつけ麺おいしいってみんな来てくれてる僕も食べながらうまいうまい思って、うん、でメインブラックこれも自信あるって何やねんメインブラックってなってとりあえずメニューパーって見たら黒いラーメンでメインブラックっていうあのメニューの名前やネーミングよ思いながらまたこうやってわー食べてたんですよ俺自信ありますいつなるか分かんない、うん、場所もここからも全然違うとかもしれないけども俺店絶対ありますから俺が店した時にその常連さんに一番に食べに来てほしいだから電話番号教えてくださいって言うたらその常連さんがええわって言ってええってなって俺もうええってなっていや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 ってなったらめちゃくちゃなんかクールというかもう正直な方なんですよ俺は今まで家が近かったから来てたとそれがものすごい京都とかでやられたらもう遠いから俺は行かれへんとだからそんなのはええわって言うたんですけど店長にしたらそんな答えが返ってくるなんて 0% をやったんですよ、はいはいはい、なんでうわおおおってなってバグったら人間こうなのかもだんがうわーってなった瞬間に俺の方カー見て友人のカウンタープワーって歩いてきて俺に向かってすいませんサインくださいなんでやねんなんでやねんなんでやねんカワカワしてたんですけどやっぱ熱い感じやったんでもうあいつええわ思ってたんがもう優先順位の2位にすがりついてきたみたいな刺したし刺してるし刺してるし面白い、あれびっくりしたもうちょっと店はなくなったんですけど、ね、あそうメインブラックメインブラックももし違うとこだったら僕が一番に行こうかなさあ行きます、行きますあヨード、はいこれ今から17、8年ぐらい前の話なんですけど、家に電話がかかってきて、はい、でなんかな思って家電ピッて取ったら、うん、受話器の向こうから、うん、お前かこらって言われたんですよ何やねんって初め意味が全く分からへんけどで俺言うたら、まあ、17、8年前で仕事もないし、うん、お金もないからまあ金融屋さんからお金借りてたりして、うん、で今で言うあの個人情報が流出みたいな感じやったんですかね、うん、どっかから僕がそこでお金借りてるっていうのが出てしまって、うん、それをあの手に入れた人が今で言う振込詐欺みたいなあのお前の、うん、取り立て俺になったから、うん、俺の今から言う口座に何ぼでもええから振り込めっていう電話やったんですよ、うん、なるほど何のことと思ったんですけど、うん、お前金借りてんだろこらって来たんですよ、うん、でああ借りてますけど今日からな俺が取り立てることになったぞこらって言うんですよ、うん、でなんか知らんけどかましてくるんですけど、うん、癖かなんか知らんけど絶対語尾はこらってなるんですよ、うん、ほんでああそうですかみたいなもうえらうっとうしい電話やな思ってお前さ本当今から言う口座にね振り込めよこらって言うから、うん、いやお金ないですしえお前金ないんだったらお前の財産差し押さえだこらって言われたんですよ、うん、いやもう差し押さえ言われても俺別に何にもないし、うん、あの汚い単車しかないですけど、うん、お前本当はやめてんのこらって言われて、うん、いやむっちゃ喋ってくるんですけど、うん、絶対こらなんで、うん、もっと欲しいな思ったけど、うん、こいつがマックスでテンション上がった時に切ったろう思って、うん、でずっとはいはいって聞いてて、うん、お前本当舐めてんのかこらって言うからいや舐めてないですし何笑ってってんだこら俺はなんて言われてるか知ってんのかこら俺はなピッて切ったったんですよなんだら5秒もせんうちに電話かかってきてピッて取ったら向こうからこらこらこらって言われたそう思ったそう思ったまた切って終わったんですよ結局なんて呼ばれてたかわからんけどわからんままそのもやもやはあったんですけど
それ聞くのあと何回コラ聞かなあかんのまさかコラコラコラって呼ばれてたわけはないと、ないとすごいな今日はでもいい感じでね。あ、今日は兵頭くん来るね、はい、もう10年以上前の話なんですけど、うん、携帯電話が鳴って、見たことない番号やったんです。でバーって取って、はいって言ったら、次郎さん誕生日おめでとう、パンパパンパン、次郎次郎って聞こえるんですよ。どえらい間違い方絶対間違いだからね。ほんで次郎さん待ってるよって、誕生日おめでとうねって言うんですよ。でいや、もしもしって、僕違いますけどって、もうでも次郎次郎がうるさすぎて、もうずっとすいません、もしもし、僕違いますけど、もしもしって言ったら、あ、ちょっと待って待って待ってみたいな、あ、次郎さんじゃない、あ、違います、はい、すいません、あ、ごめんなさい、あ、はい、大丈夫です、で切ったんですよ。んなら10秒もせんうちにまた同じ番号がかかってくるんですよ。え、嘘やろってなって、でパッて取って、パッて耳当てた瞬間、次郎さん誕生日おめでとう、パンパパンパン、次郎次郎、こんなおっちょこちょいなやつ存在すんねや思って、見るやろと普通。もし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 、次郎ちょっと待ってって、もうさっきと同じくだりやんってなって、もし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 、ちょっと待って、次郎次郎さんじゃないって言うから、あ、違います、で一回確認してくれた方がいいんじゃないですかと、 あんまりね急にそんなテンション上げられても次郎さんも困るやろしみたいなこと言うて、ほんでもう切ったんです。ほんなら30秒ぐらいでまたかかってきた、もうないやろと、もうないやろと、ほんでもしあったとしてもこれはもう切れたろう思って、ほんでまたなったから、ピッて取って、はい言うたら、次郎さん誕生日おめでとう来たんですよ。ほんでこれは言うたろうかな思ったんですけど、2回クラッカー鳴らしたから切れたんでしょうね、うん、全員拍手変わってるんで、そこ割れてもて注意できませんでした、はい、びっくりした、間違いで、ああおかしい、はい、まあ子供2人いまして、で結構家で子供と遊んだりするんですけど、やっぱり子供にちょっと笑い取りたいなっていうのでいろいろ考えたりをするんですけど、一回腹芸しよう思って、お腹に口書いて、まあ、ちょうどへそのとこが口になって、うん、唇みたいなの書いて、うん、で胸に目、うん、で乳首のとこ目玉にして、うん、ほんでこうやって上げて、うん、わーって言ってやってたんですよ、うん、で、まあ、全然思んないんですけど、まあ、子供相手ですから、うん、で僕兵頭大輝って言うんですけど、兵頭正気やっていう設定にして、うん、どうも正気ですよって言うてたら、うん、まあまあ子供ギラギラギラって笑うから、うんうんうん、ちょっとテンション上がって、あーなんか食べたいなーみたいなこと言って、ピーナッツみたいなのがあったから、ピーナッツをへそに入れたりとかして、うん、でバーッと言って、あー美味しいなーとか、あとペンとか持って、タバコ吸おうって言って、こうずっとこうやってたんですよ、うんうん、子供がゲラゲラゲラって笑うから、ずっとそれをやってて、で嫁がもう何してんのみたいなこと言うけど、まあ子供に受けてたそれでええわと思ってやって、うん、ほんで、まあ、あんなもん終わろかー言うてて、なんやかんやしてる時に、1時間ぐらい経ってからごっつお腹痛くなってきたんですよ、うん、でやっぱり小さい時にへそをあんまり触ったらお腹痛なるってよう言われてたみたいなもんで、それちゃうか思ってドスンって痛なってきて、めちゃくちゃ腹痛いってなって、で嫁んとこ行って、嫁にめちゃくちゃ腹痛いんやけどって言うたら、またそんなんするからやんみたいな、で腹痛の薬ないって言うたら、ないって言うんですよ。え、ないの、むちゃくちゃ腹痛いねんって言うたら、病院行けって言うんですよ。でもまだ正気はおるんですよ、ここにおる正気がおるから、おるの、ちょっと見せて、おんねんとおう、これどないすんねん、病院行ったらお前これバレるやんって言うたら、風呂入って落としたらええやんって言うんで、わー分かった言うて、シャワー浴びに行ってわーってやるんですけど、もう言うたら油性で書いてるから落ちないんですよ、なかなか。腹痛いわー思いながらガーってやって、これでも限界で、今度皮膚が痛なってきて、パッて見たらでもね、うっすら、うん、なんか残ってる正気が、なんかアニメとかで母さんって見上げた時にふわってあるような、うっすら母さんみたいな感じで正気残ってるってなって、鼻痛いって言うて、もう転げ回るぐらい痛なって、ほんで嫁に痛い言うたら、もう病院行きと。ほんでまあ病院はそのなんていうんですかね、僕が芸人をやってるっていうのを知ってる病院
なんで、はい、まあそんなことがあっても一元じゃないからお仕事でやられたんかなと思われるしってなって、うん、行ってみるわでわーって行ってで、まあ、先生に超お腹痛いんですけどって言ったら案の定そうベッド寝て足曲げてあのお腹出してくださいとうわ来た思ってでもうしゃあないわ思って上げたんですよ、うん、で別にあのでこの辺まで上げたらいいんですけど、うん、さっきまであの腹毛の余韻が残っててもうここまで上げてまったで正気丸出しになったんですよであの若い看護師さんとかはってなってるんですもう、まあ、なんか向こうなって向こう向いたりとか、まあ、なってはるんですね、うん、ほんでうわめっちゃ地獄やんってなった時にあの看護婦の、まあ、看護長みたいな方なんですかねベテランの方がバーッと入ってきて上げてる僕をファッて見て笑うんかなと思ったら全然笑わないんですよ、うんんってなってで俺はパッて見てあこんな状態なんですみたいな顔しても、まあ、え何がですかみたいな、うん、あやっぱキャリアってすごいなと、うん、こんなことになってても笑うとかじゃないねやと、うん、もうなかったことにしてくれんねやと思って、うん、わーありがとうって思ってたらその看護婦長さんが兵藤さん上まで上げすぎですよ口元まででいいですって見えてるやんそれだけの話ベテランはねベテランは落ち着いたもん落ち着いたもん口元口元までね、あ兵藤くん、はい、物が今日多いですよです、ね、大阪でラジオやらせていただいてて、それの企画であのマラソン大会に出ようっていうことになりまして、はいはい、でまあとりあえず若手の芸人あの荻野慎吾いうやつと、あの谷川ゆりいうのと、はい、で3人 で,、はい、でとりあえず出よう言って、はい、でまあ出たんですけど、はい、でまあ淀川マラソン大会をバーって走っててでバーって何百人走ってたんですけど、まあ、ゼッケンってつけていくんですけど、うん、で大体ゼッケンがあってで上にニックネームを書くとこがあるであの申し込み用紙確かにそう言うたら あったなニックネームの欄、うん、で、まあ、普通に名前書いてでニックネームのとこは、まあ、どうしようかってなったけど、まあ、ラジオの名前を、うん、なチーム名にしようでそれを書いたんですほんで書いて出したから僕らはそのフォアボンっていう、まあ、チーム名になったんでフォアボンって書いてるんです、うん、でわーって走っとって僕らは何も気にせんと走っとったらよう見たら結構みんな書いてるんですねそのニックネーム、うん、例えばまあゴリゴリ乗ってたけど、うん、ペコちゃんみたいな、うん、あペコちゃんおったのって言ってほんでみんながあれ誰なんですよあれなんなんですよみたいなの探してたんですけどその時に荻野慎吾が発見したんですけど生真面目さがそんな裏目に出るかと思ったおじいさんおったんですけど、うん特にありませんって書いてあの多分ニックネームないから特にありませんって書いたのが全部ここに反映されてだからその周りで走ってる人全員半笑いで笑ってまうわそれは、かわいそうだったという真面目なおじいさん真面目なおじいさんが裏目に出たんやな全然出ないんですよね。星も出ないからね。はい、そろそろですよ。はい、あ、どうぞ。海外旅行行った時なんですけど、ハワイ行って、うん、でプールサイドに無料トランポリンがあるって聞いて、うんうんうん、で一回見に行こうかっつって見に行ったら、後々分かったんですけど、中国人のお父さんなんですけど、うんうん、ずーっと一人で。こうやって飛んだとこれ、ね、なんでこれ飛んでんねんこんなにとで言ってもう全然もう収まる気配がないんですね、うん、でなんかな思ったらこの、ね、トランポリンの横にこう木が立っててこう枝みたいなのが出てるんですけどちょうどトランポリンのかなり上のところにこう出てるんですけど、うん、みんなね僕より先来た人はみんなその上を見てるんですね、うん、で何回な思ってペッて見たら上のねその枝のところにね銀縁の眼鏡みたいなのがかかったほんで何や何やってなって日本人の人見つけてこれはどういうことなんですかって言ったらまあなんかテンション上がって中国のお父さんがそこで飛び出したとほんで眼鏡落ちたらあかんから持っててでわー言った時に周りがわーって言った時になんかあーって言った時に今日一のジャンプが出たらしいほんで枝にガサーンってなってそこに止まったっていうんですよそっからおっさんは5分間そこに目がけて飛んでるんですねほんでみんなにもうね一回降りて棒とか持って着いたらと野暮なことは言わんとこうと5分間飛んではんねんしということででもうそのおっさんぐんぐんぐん飛んではるんですよ
ほんでなんかねみんながねわー言うてるんですけど、日本人ってあんまりそういう時ってあんまり声出さないじゃないですか。もう外国人の人ってもう自分のことのようにカップルなんか抱き合ってカモン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 言うてるんですよ。そう言ってたら距離のジャンプが出て、こうエナのちょっとこうなったところにカーンって当たって、でメガネがパタンって言って落ちてきたんですよ。で次はあのおっさんが来たと思ってバーンってメガネ飛ぶじゃないですか、トランポリンで。それが自分も飛んでるもんやからずっとこないなってるんですよ。収まるまでこうなってなるんですよ、ずっと。ほんでもうみんなもう外国人の人なんかコングラチュレーションみたいなことを言うてあって、ほんでやっと揺れが収まってそのメガネを取って、でもうみんなワオーって言ってて、まあ、元来調子乗りのおっさんなんですね。でみんなが笑いながらグーンって行ったんです。ほんだらトランポリンってあの穴開いてるんですよ ね、 あの縁に、はいはいはい、うわー言いながらまたボソーン言うたと思ったら、おっさんがその木側にプリンって姿が消えたんです。バーンって落ちてみんなガー言って、外国人の人もオーマイガーって横で言うてはって、ほんでバーってなってたら3秒ぐらい経ったら何も出てこないんですけど、メガネ持った手だけがこうやって出てくる。もう約10分間飛び続けてて、地上を歩いてもおっさんちょっと揺れながら出るんだ。うまいっすよ、でもね。クリーンした。すごいな。金取れるな、それ。すごいよ、すごいよ。いいですね。いきますよ。あ、よう。はい。耳を疑うっていうか、声聞こえてくると、うん、えってなることが何個もありまして、うんうん、例えば、ブルーレイを最近奮発して十何万の買ったんですけど、はい、それをレジ持って行った時に、うん、店員さんがあのポイントカードありますか言うから出したら、うん、ピッてやって十何万の買うてるんですけど、うん、8円分ポイントありますがお使いになられますかって言われた時にえってなったんですよ。まあでも一応もうマニュアルとしてね、うん、まあじゃあお願いしますと、うん、もう一瞬耳疑ったんですけど、そんなことたくさんちょっとありまして、この前も東京でちょっとまあ居酒屋でご飯食べてたんですけども、ちょっとすだれみたいな個室でもすだれみたいなのちょっと分けてるみたいなところで、さらに今6人ぐらいがまあいたはったんですけども、うん、僕は後輩とまあ飯食ってて、ほんだそのうちの一人が「何なんだよ!」って店員さんに言うたんです、うん、「何なんだよお前普通分かるだろ!」って言うたんです。鳥から人数分じゃない、鳥皿人数分って言うたんですね。で生中と綺麗に唐揚げが一人一個ずつあって、そんなことがありえんのかと、ね、それもまあまあ耳を疑ったんですけどもとで一番耳を疑ったことがこの前ありまして、うん、家にまあ、うち9階建てなんですけども、うん、9階の一番端っこが自分の部屋なんですけど、うん、マンションの下からずっとセールスマンの人が来はりますっていう連絡が、まあ、事前にあったんですけど、で、まあ、まあ僕平日やったんですけど、昼間やったんですけど、まあ、家におったんですよ、うん、で、まあ、昼過ぎぐらいですかね、ピンポンって家の玄関のピンポンが鳴ったんで、うん、来てあるよって言ったんですけど、嫁が洗濯してたんで、うん、俺出るわって言って、まあまあ、私服で家ですから、うん、まあ、グレーのスウェット上下と、うん、で、まあ、まあ正直もう帽子も脱いでこんな状態で出て行ったんですよ。この状態で出て行った僕に28歳ぐらいのセールスマンの人が、うん、奥様でいらっしゃいますかって。もうすごいトーンでゆっくりしたトーンで違いますって言うたんですけど、もう耳疑うとか、多分下からずっと平日の昼間やったから奥様がずっと出てきてて、奥様でいらっしゃいますか、流れ作業になってつかみ奥様でございますかっていう感じやったんですけど、急に出てきたけど止まらんかったみたいな感じで、奥様でいらっしゃいますかっていう一番にびっくりしたね。嫁鼻爆発するぐらい割れてましたね。すごいね、すごかったね。星がね、意外と出ないですよね。そうですね、星が。取材をしていただけるということになって、なんかその雑誌がグッドロックスっていう雑誌で、ね、なんかちょっと見せてもらったら、ものすごい白黒のなんかこうアーティストの人とかがみんなこうグッと決めた感じで載ってる雑誌で、その方がちょっと取材をしてくれるっていうことで、でマネージャーがいついつ何時どこどこです、で分かった、
で、あの今回向こうの方の意向で、あのほっこり兵藤さんはしてると、その兵藤さんをなんかこうかっこよくスタイリッシュに撮りたい、はいはい、そういける言って、うん、なんかもうおはぎをマカロン風に撮るみたいな感じ違うんかとでこれいけるんかと、俺はええよとおはぎのまま行くからあとは自由にしてくれたらいいとほんでその場所に行った時に、まあ、結構感じのいいスーツ屋さんでそこでかっこいいスーツも用意してもらって、もうなんかネクタイピンとか、なんかそんなも全部こだわったやつつけさせてもらってほんでそこにソファーがあったんですけど、じゃあ今から撮りますんで今日は兵藤さんのかっこいいとこちょっと撮らせていただきたいですってカメラの方が言うからはいって言って、じゃあ行きましょうかってなって僕こうやって座ってバシャって撮ったら、それいつもの兵藤さんですね、今日兵藤さんマフィアになろうかってなって、うん、でちょっとあのね睨みつけてください、うん、あのカメラを、うんうん、はいはい、あ、分かりましたってなってパシャパシャ、うんうんうんってなるんですけど、僕としてはちょっと気恥ずかしいというか、そういう写真いつも撮ったことがないから、うん、いつも取材でちょっとアホな顔するんで、うん、ちょっと睨みつけて、あの撮られんのもな思いながら向こうの人はもうだんだん乗せていってくれて、はい、であの今もうデジカメやから何枚でも撮ってくれるんですよね、うん、でその場で確認できるし、うん、で兵藤さんちょっといいね、もうちょっと睨もう睨もう、これはねどじったやつだよ、どじったやつ、はい、こいつを睨みつけてください、パチャパチャってなって俺もこういう風な感じで見合ってたんですよ、はい、ほんだらいいねいいねってなってきて、もっともっと睨んでもっと睨んでパチャパチャって乗って、もうだんだん寄ってきて、もうこの辺までレンズ持ってきて、はい、こいつがどじりましたみたいな感じでパチャパチャって撮られて、はい、うんってなっとったらたまにチラッと見ておーみたいな顔してくれるんですよ、はい、ほんで吉本のあのやつにもこうやって見せたら、その吉本の関係者のやつもそれ見ておーって言うから、はい、ちょっとおはぎもちょっとマカロン気分になってきていけるんちゃう、いけるんちゃうってなって、パチャ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 、次立とうか、兵藤さん立ちましょうって立って、でこういう風に腕組みましょう、で腕組んで、で見下ろしてください、その人下行ってガヤーって取ってくれてて、いいな兵藤さんめちゃくちゃいいな、でブワー乗ってきて、その人がよし次帽子取ろう帽子取ろう帽子取ってみよう、パッて帽子取った瞬間にバシャ被ろうって言われて失礼やなこれはあかんかった気悪いわ、何でも褒めてくれたのこれはあかんかった1枚だけ何枚でも撮れるはずやん撮るだけ撮ったらええやんな、あとで消したらええやんパシャかぶろうって言われたらびっくりしましたこれは面白いですね、どんどん行きましょうね、もうねこれあ、どうぞ、はい、去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて、うん、僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ、あるかな、はい、でこれはたまには親父らしいとこもバンと見しとかなあかん嫁とかにと思って、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね、ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、でそのままやって言って、動くな言って、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろう言って、はい、ほんで待っとけ言って一歩目バリって踏んだんですよ、あらー言ってこけて柱にドインと頭打った瞬間に上げたことない悲鳴がダーって言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おーおー言ってたら嫁がどないしたんから踏んだ踏んだ言ってたら、嫁が待っとけ言ってタン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 来て電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんだほんまに痛かったのにガラス踏んだぐらい痛かったんですよ、明日の仕事のことか考えてたのにほんで3日前から掃除しておかきなんか今までなかったのにマジでびっくりするよな、絶対グラスやもんな、ほんまに痛かったんです、泣きそうなぐらい痛かったのに、ノリみたいなブワーついてあれはびっくりしましたかっこ悪いな、思い込んでるからめっちゃ痛い、めっちゃ痛かったです、2,3 センチ入ってるぞぐらいのそれぐらいのああおかしい、ちょっと
僕ダイエットしては太ってダイエットしては太ってっていうので、はい、結構繰り返しててもうミママックスで太ってるんですけど、やっぱり太ってると坂道とか階段とかダッシュっていうのが異常に弱くて、でしなしゃあない状況でそれをやってしまうと体のどっかからわけわからん音が鳴るっていうのがあって、今人生で何回か鳴ってるんですけど、1回目はあの新幹線これに乗らないと絶対間に合えへんっていうのにブワー走らされて、マネージャーにブワー乗った瞬間にまあドア閉まるみたいな、ほんでもうそこから動けなくて胸苦しいし、うん、ってなってたら体のどっかからヒーヒーってなったヒー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 汗ブワーかいてヒー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 ってもうしんどすぎて、もう意味がわからない、どこからやねんだから、いやわかんないんですよ、ほんで席行くから席に座るからもうこないしながらヒー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 ってもうなんかおっさんとかこうやって見るぐらいヒーヒーってなってヒー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 ってだんだん京都の手前のまあ言うてもわからんと思うんですけど高槻のジャスコが見えるところらへんでヒーヒーって小さなっていったこれが1回目やん。2回目があの ここでも喋らせていただいたんですけど、ゴミ捨てで僕9回やったんですよ。あであのエレベーター点検中やって、でもう階段で行ってくるって言って嫁にバーってもう階段降りたんですけど、もうフラフラになってて、ほんで次、まあ、階段で9階まで上がらなあかんけど、3階ぐらいの踊り場でもう胸苦しなっておーおーってなった時はフォッヒー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 ってこれになったんです、うん、これ2回目2回目でこの前あの3回目がなったいう話なんですけど、春に引っ越しまして、でちょっとあの西宮っていう方のところに行って、うんうん、あの山手の方に変わったんです。で結構坂道が長くて、坂道がザーッとあった200メーターぐらいあって僕の家みたいな、うん、でまだそこから坂道は続くんですけど、うん、でまああのそこに引っ越すまでは車で行ってたんで、その坂もあんまり綺麗にならなかったんですけど、よう見たらなかなかやでってなって、うん、で、引っ越して3日目ぐらいですか、ちょっと歩いて、うん、その坂降りたとこちょっと右回ったら駄菓子屋があるから、うん、子供2人おるんですけど、うん、子供連れてちょっと行ってくるわ、うん、で上の子はまあ、小学校1年生なんですけど素直なんです、うん、わー言って喜ぶんですけど、下の子がちょっと変わっとるんですね、なんかもうずっとこんな顔をしてるんです、女の子なんですけど、うん、2人とも、うん、で、まあ、例えば僕がやめなさいって怒ったら、上の子はギャーって泣くのに、下の子はやめなさい言うたら俺に向かってプッって言う、何ってなって、どこでそんなん覚えんやろ思いながら、まあそんな子を連れてお菓子を買いに行ったんですけど、坂がきついもんですから子供はタタタタタ行くんですけど、僕なんかこうタタタタって言ったらまた苦しなるの分かってるから、止めながらちょっと歩き方で言うたら、ちょっとものすごいなんかこう変な歩き方でこう降りていったんです。で近所の人に見られて恥ずいな思いながら、ほんでまあ行ったんですけど、お菓子買うて上がる時に見たらかなりの坂やったんですよ。これいけるか思ってバーって坂上がっていったら、まずふくらはぎがズドンと重たなってきて、ほんで次ちょっと歩いていったら前の太ももがピリピリってなってきて、ほんで上の子がパパ先行っとこうやってダー走っていくんですよ。で俺わー上がりながらまた苦しなって、ほんで座り込んで、その時はフィ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 ってなったんですよ。で座り込んでフィ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 似てるな、フィ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 って振ってみたら、下の子だけが僕の顔をずっと見てるんです、うん、でフィ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 って言ってる僕に、下の子がバー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 って、あんまりまだちょっと喋れないもんで、あんまりバーバーフィ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 バーバー抱っこって言ったんです。で僕その時に人生って絶対ってないねん思ったんが、前新幹線乗った時におトイレ行って出よう思ったら、女の人の声で何言ってんねんって聞こえたんです、うん、で何かなと思って子供がやーって泣く声が聞こえて、ふわって見たらその女の子ミニーちゃんの耳つけてるんですけど、でその子がうわー泣いてて、お母さん多分2人でディズニーランド行って帰りやと思うんですけど、まあ日頃は優しいお母さんと思うんですけど、なんかちょっとテンパってはったと思うんです、やっぱりそんなんあると思うんで、でわー言って女の子やー泣いてるんです。でお母さん見たらものすごい一人で荷物持ってるんです。ここに全部荷物持って、背中にも背取ろうって、ほんでもうベビーカーのこうなってるとこここやって、でもうなんか風船はもうここで挟んでるみたいな、こんな状況になりながら、その最後にこの状況見てわからんのかって言うたんです。で女の子やー泣いたんです。で僕その時心の中で、いやなんぼテンパっても自分の子にこの状況見てわからんのかなんかね、言うことないわ人生でと思ったんですけど、で話戻るんですけど、はい、フィ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 ババ抱っこって言われた時に
お前この状況に変わらんのかわからんで、唯一違うのが新幹線の子はわーって泣いたんですけど、うちの子はまた俺向かってブイッて言って走って帰られたっていう話です、はい。時間がこう前後した話みたいな。時間軸がね、また。はい。あの僕子供2人いまして、はいはい、両方女の子で上はもう中学生で下が小学生なんですけど、うん、この小学生の子がちょっと変わってまして、まあ普通に名前はあるんですけど、勝手に全く関係ない。ユリのモモミっていう名前を自分でつけて、それで生活を始めようとしてるんですよ。全く関係ないです。もうユリのモモミっていう名前で、もうなんか名乗っていこうとしてるんですよ。でえってなって、なんか名刺みたいなユリのモモミって書いてみんなに配ろうとするから、やめとけお前ややこしいってなって。で、まあでなんか変わってんなと思ってたんですけど、一番怖かったのが家族でご飯食べに行こうまでバーって車で走ってて、その子以外はもううどんでええなってなってたんですけど、その下の子だけが寿司がええって言うんですよ。寿司がええってお前ややこしいこと言うなよお前、みんなうどん言うてないからうどんでええやん寿司今度でええやんって言うたら、うん、みたいな顔になって、次言うた言葉が、うん私はええけどモーミーはどうやろうみたいな矢沢永吉さんの名言みたいな言いましたで怖ー思って別人格なんてなって、でまあそれが変わってるんですよ下の子は、やることなすこと。で去年になるんですかね、みんなステイホームというか緊急事態宣言がなった時に、まあ、家にずっとおるんですよ。で子供も学校休みやからずっと家におって、でもやることがないからおもちゃとかを結構通販で買ってたんですね。シャボン玉買ったり、うんうんうん、大きいシャボン玉バーやったりとか、はいはい、でそれずっとやってて もうだんだんやることなくなってきたなってなった時にドローンがあったんですよ。ちっちゃいもうほんま4000ぐらいのおもちゃのドローンみたいな、これ飛ぶんかな思って一回買ったんですね。ほんでまあ、ついてスイッチみたいな、まあ、充電して入れてわーってやったら、ほんまにすごく4000円でも来ない性能ええねやっていうぐらい、わーって行くしわーってなるし、なんでちょっと押したらクリンって回ったりして、でそれを僕が一人でギャーって遊んでたんですね。ほんでその下の子がバーって来て、わやらせてほしいって、ほんでまあやったらええやんでわーってやるけど、やっぱり下手なんですよ。まあそのラジコンなんか触ったこともないから、はいはいはい、なんかうーんって飛ぶんですけど、すぐカーテンにバラバラって当たってバラバラって落ちたりとかして、でわーそれ見て笑ってて、ノリでそのドローンをパパのここに乗せたらなんか好きなんこうだるわって言うたんですね、ゲーム的に。ほんなら漫画が欲しいって言い出して、乗せろって言って練習しまくるんですよ。時間はめちゃくちゃあるわけですから、で子供って容量つかんだらめちゃくちゃ早く上達するんですよ。これもうなんか家中ブワー飛ばしたりとかしてて、これやばいなそろそろってなって、本人の中で乗せれるってなったんですね。技術的に狙ってきた時期があったんですよ。でもね、音でバレるんですよ。にーって聞こえるから、ドローンが近寄ってきたらにーって言うから来たと思ってみたら、ドローンこう収まってくるんですね。ほんで、まあ、お前あかんあかん、今度絶対乗せられへんと、無理やお前、俺は気づくから音でって言うて、クソみたいな顔してたんですよ。絶対乗せられへんでって言うてて、でその時期です。で僕名古屋で毎週番組に出させていただいてるんですけど、リモートで出演の日があったんです、うん、で朝パソコンの前でどうもーって言ってたら、うーんおーこれ終わったな思ったんですよ。前代未聞やん、うーんあそうですね、こうやってドローン乗ることあるってなって、これ怖ー思って、うん、で僕でもこっから喋られてるからパソコンの前から動けないから、うん、わーってなったら、その2位がもうむっちゃ迫ってるやんって言って、でここ乗せられんのかな思ったら、めちゃくちゃやっぱ変わってて、やり口がうーんって素通りして、だいぶ離れたところでこっち向けてホバリングで僕ずっと狙ってた。怖ーってなって、乗せられるより怖ーってなって、もう放送後すぐに漫画買いに行きました。めっちゃ怖いなそれ。怖い怖い怖い。味覚やもんな。そうなったらな。いつでもやれるぞ。いつでもお前は仕留めたるんだ。一緒にやるぞっていうね。モモミ怖いよ。ねモモミ怖いね。将来が楽しみやな。そうそうモモミちゃん。はい、じゃあ行きます。行きたいと思いますよ。兵藤行くんです。あはい。ちょうど1年前の年末のこの滑らない話に出させていただいた時に、はい、オープニングの歌が鈴木雅之さんで、はい、ありました。で後ろで聴かせていただいてて、本当歌うまい人だなと思って、うん、でそれを思って、まあ、大阪に戻って流しとったら、
鈴木雅之さんのディナーショーが神戸であるっていうのを嫁が聞いてきて、ディナーショーって行ったことがなかったんです今まで。で、まあ、とりあえずちょっとうまいし行ってみるかって二人で初めてディナーショーに行って、ホテルなのでちょっと着飾った感じで、でまあ結構大人数ですね、でこうご飯を食べてたんです。で1時間ぐらい食べたら急に照明がパパパパパって消えて、で思いをっていう恋人っていう歌が暗闇の中で聞こえてきて、でそれがバーンってなってズッジャーンって言ったら、ピンスポが舞台のとこにパーンって当たったら、鈴木雅之さんがなんかこうやって立ってはるんですよ。でうわマーチン出てきたってなって、でまあマーチンって呼ばれてはるみたいなので、でもう鳥肌立ってめっちゃ歌うまいやんっていう感じで、まあ聞いてたんです。でずっとそのライブもヒット曲が多いから飽きないんですね。でうわこれめちゃめちゃええわって聞いてたら、アーティストの人って多分自分で気づいてないんですけど癖あるんですね。やたら鈴木雅之さんは歌いながらカモンって言い張るんですよ。なんかやたらでもうだからやたら言うんですよ、カモンって。でもう一つがもうサンキューが発音が良すぎて通り越してタンキューって言い張るんですね。で嫁にすごいなー言ってタンキューやって、もう日本語やったらもうラリガトーのレベルで、まあでも楽しくて歌もうまいしええやんってなってて、でこうやって見てたんです。で一回まあ終わってアンコールって、でアンコールで鈴木雅之さんがラーメンの服からラーメンの服に衣装チェンジなさって、なんかピカピカピカってなったやつでわーって出てきはって、歌いながら出てきはったんですけど、夢で会えたらっていう歌があるんで、夢でもし会えたらってうわめっちゃ歌やんかってなってて、ほんなら鈴木雅之さんが舞台にバラの花束みたいなのを花瓶に刺してはったんですよ。で最後の曲なんでそれをガバって取って歌いながら舞台降りてきはったんですよ。でみんなザザザザってなって、で鈴木雅之さんが歌いながらそのバラを一本取って女の人にこうファッて渡すんですね。むっちゃかっこいいんですよ。でうわめっちゃかっこええやんで、俺のとこ来るかな、まあ、後ろはしけえへんなって嫁と騒いとったら、もうバラを渡すんですけど、女の人そのバラめっちゃ欲しいんですよ鈴木雅之さんから。ただ欲しいけど取りに行こうかな、っていう気持ちがみんななってて、でも着飾ってるからちょっとそんなはしたないことも言うのが、なんか同じ人攻めやってんのか知らないんですけど、うーんってなって一人だけ我慢できへんなって、くのいちみたいに腰ガー折り曲げてタタタタって走っていって鈴木雅之さんにファって手出したんですよ。ほら鈴木雅之さんビコってなってビコって言って一本渡したんですよ。ほら他のくのいちたちがもらえんのってなって、報道からくのいち市政の女の人がタタタタタタって言って、鈴木雅之さん言うのやって言いながらブワー配って、あっという間にバラがなくなったんですよ。ほんでバラがなくなったんですけど、間の悪いくのいちがおって、出発した時はバラ持ってたけど鈴木雅之さんの前行った時にバラがないってなって、あとそのくのいち焦ってもって手出したんです。ほんなら鈴木雅之さんがおーってなって握手したんです。ほんなら他のくのいちたちが握手もええのってなって、すごい動線からダダダダダダダって来て、もう結構ディナーショーの動線っていうのが狭いですから、ブワー来たら鈴木雅之さんが暗いなって、あと 3,4 人来たらパニックやぞってうわーって嫁と言うとったら、鈴木雅之さん歌いながら癖でカモンって言うてもらって、また呼んでもらったうわー逃げて舞台上がってまたカモンって言う。いやラメの下りはちょっと悪意があったね。ねえラメの下りやったね。そうそうそう。悪意ないですか。悪意ないです。よくしていただいてます今は。いきまーす。あ、ヨド行きます。はい。僕は誰も気づいていただけないんですけど、今年15キロ痩せたんです。かなと思ってた。いや本当に15キロ痩せまして言われたら、はい、まあ、ずっと太っててなんか体重計も乗ってないのに俺92キロやって思い込んでた時期が半年ぐらいありまして、で、まあ、結果100キロになってたんですよ。で100キロはやばいと、で何がやべえかというと体がめちゃめちゃおかしになってくるんですよ。もう生命の危険を
感じることがありまして、うん、でもこ体の不思議なんですけど、うん、まあ、僕嫁と子供と、まあ、住んでまして、僕の仕事は生ゴミを出すのが僕の仕事なんです、うん、で朝起こされて生ゴミ捨てに行こうと思ったら、うん、朝のこのゴールデンタイム8時半頃に、うん、何考えてるのか知らないんですけど、エレベーターが点検中やったんですよ、うん、でうち最上階で9階なんですけど、うん、これどないなってんのって生ゴミ持って、ほんでってなっとったら、嫁がうわ どないしたんか、エレベーター止まってんねんって言ったら、うん、って言ったら、うん、向こうの方からディリリンリンリリンリリンリンみたいな、なんか収集車の音になってきた、うん、ここの段階で、うん、あの音の大きさが聞こえてきたらすぐ降りなもう間に合わないっていう、うんうん、なんか僕の中 の, 計算がありました、はいはい、でどないしようどないしようってなった時に、嫁がもうええんちゃう、もう今度でええんちゃうって言うから、うん、いやでも置いてた臭いし、うん、もう行ってくるわって言って、ほんでまあ9階からバーって階段で降りようと思って、うん、嫁がほんま行けるって言ったら、うん、まあ、嫁に対するボケなんで、まあ、全然面白くないんですけど、うん、大丈夫俺の先祖忍者やねん言いながら、うん、ピャー俺で行ったんです、まあ、嫁に対するボケなんです、まあ、嫁に対するボケなんです。ほんで僕動けると思ってたんですよ、階段降りるぐらいやろと、うん、ほんならもうね6階5階と降りたぐらいにもう足がこないなってるんですよ、もうまっすぐ歩けないとかこないなって、これ大丈夫かってなってきて、うん、でこれもうテレレイもなまま聞こえてるぞみたいな、だいぶ近寄ってきたなこれってなって、うん、こないなって必死になって、うん、もうエントランス開けて外出たら、もうちょうど収集した、うん、その車がうーんって来かけたんで、すいませんってもう声出ないんですよ、すいません言うて袋2つ持ってすいませんって追いかけて、うん、次のまあ収集するところに止まった時に一人の人がなんか来とるわっていうのを発見してくれて、で、すいませんすいませんって言って2つ渡せたんです、でもうっってなって、でもとりあえず戻ろうと思って下のエントランスまで戻ったんです、で中に入るのは部屋番押したら入れてくれるんですけど、でまあどうしようかなと、エレベーターまだ点検中なんですよ、で僕タバコも持ってない、お金も持ってない、携帯も持ってないし、仕事もあるし上がらないし、シャレならんってことで意を決して今度もう上りを上っていったんです、階段からわーってなっていったら、もう3階ぐらい心臓バカバカってなって、もう動けないんですその場で、で体のどっかからどこから鳴ってるか分かんないんですけど、ファフィーファフィーってなるともう意味わからない、なんかどっからかファフィーまかお前これほんまなの、これはほんまに使用ではない、ほんとなんですよ、もう多分鼻か口からかわかんないですけど、どっからかもうそんな音出したことないんですけど、ファフィーファフィーってなって、もう心臓がうんうんって引っ張られてるみたいな、それは怖いな、もう心臓引っ張られて、なんか柔道部員がちょっとこうやってる感覚のうんうんってなって、ファフィーコーヒーってなって、俺もう死ぬんちゃうか死ぬんちゃうかってなってるんですけど、ここで絶対死なれへんと、今まで連れ添った嫁にありがとうと最後言いたい、なんか俺の先祖忍者嘘やし思んないしこれなんやってなって死なれへん思って、コーヒーコーヒーってもう北斗戦士みたいにコーヒーコーヒーって当たっていって、で僕なんでこんな音が鳴ってるかわからんけど、とりあえず上がらない思ってコーヒーコーヒーって言って9階まで上がって、コーヒーって見上げたら点検終わって普通にエレベーター動いてるんですよ。その瞬間びっくりしすぎてフォンフィーが止まったんです。普通になった。あれって。あれって。苦しいだけで終わった。うわ、なりたないな。なりたないな。フォンフィーになったやばいっす。いややわ。さあ、いきます。お願いします。ヨちゃん。これは古木さんっていう人の話なんですけど、これはもう全然僕は知らない人なんですけど、はい、空港に朝仕事で待ち合わせで行って、うん、ちょっと大きい方がしたなったんで、うん、免除入ったんですよ、うん、ほんなら朝の空港って男の方の個室も結構並んでるんですね、はいはい、で2人並んでたんですけど、うん、トップの人よりあからさまに2番手の人の方が限界近そうなんですよ。なるほど。もうなるほど。ね、でもう新聞ずっとこうやって回してあるんですよ。なんで回してんやろみたいな。こうなって。で鏡とかで目のここをずっと見てたりするんですよ。絶対興味ないやんと。こうなって。でエアータルもあーんってちょっと反応したりとか。もう何しか動いてはるんですよ。もうなんかもう散らしたいみたいな。ほんでまあまあ僕はその後ろに並びました。ほんでまあとりあえず3つある中の真ん中が出てきた、はい、でまあトップがわーっと行きはって、うん、ほんでもう次2番手 その古木さんって、まあ、名前は後で分かったんですけど、うん、その人が繰り上げ1位になったんですよ、うん、で僕は2位になったんですけど、うん、もう限界なんでしょうね、もうなんかもうだんだんこうちょっとリズムみたいなとこ出して、ほん
でもなんか知らんけど石鹸こなしたりとかものすごいことなってるやんと、ね、全然関係ないやんと、うん、まだ余裕があったからね、うん、うわむちゃくちゃやん思って、うん、ほんで一番奥入ったんですよ、うん、あこの人いけはるやんと思った時に、うん、後ろからスタッサッサッサッって音が聞こえて、うん、サッ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 って行って並ばんと奥にボバンって入り寄ったんですよ、うん、やばい。その瞬間うんって見て、うん、もうなんかあの人間型ロボみたいな感じで、うん、こうゆっくりこうその奥まで歩いていけはるんですよね、うんうん、で奥まで行ってダダンダダン並んでたんだよ、あんたは途中でしょみたいなわけのわからんこと言うたら、ああと、ほんだらいきなりね一番手前がいたんですよ、うん、ね、僕もまあそんな人に譲れるほどのコンディションでもなかったから、まあ俺入っとけよ思って、で、まあ、入ってしまったんですよ、はい、バタンってしたらそっちのまただんだんこの人間型ロボがスタッ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 って来て、あの僕のとこドンドンってやって、うん、怒鳴られたらまだいいんですけど、ものすごい冷静に、うん、僕の次でしたよねみたいなことこれは怖い、2周ぐらい回ってるわ思って思って怖い思って、これどころやないから僕もほんなら違うおっさんが入ってきたんでしょうね、の声で古木さん何してんのっていう声が聞こえたんですよ、飛行機もう出るよ言ったら古木さんが俺ももう出るってうまいこと言うんだ古木さんは大丈夫言ったんですか、古木さんはそのまま行きはったみたいです、どこでやったかわからない、古木さん結局してないの、古木さんはその場でしてないです、もう飛行機の時間ですから、機上の人、機上の人になってしまいまして、どうなってんねやろね古木さんは、素晴らしい、あ、やだ、はい、これあのたこ焼きを帰りに行った時の話なんですけど、はい、まあお客さんはいてなかったところに僕は行ったんですけど、二十歳ぐらいの女の子と同着に着いたんです、ピタッて、うん、でパッてこう焼けてる分見ると、うん、もう500円分ぐらいがちょうどあるかなぐらいで感じやって、うん、一応同着やったんで、うん、あの女の子のその女の子やったんですけど、うん、女の子にどうしますっていう感じの目を合わしに行って、うん、っていう感じでパッてそっち見たんですけど、うん、こっち一切見んと500円分って言いよったんです、うん、でえってなって、うん、ほんでまあそのなんか店員さんの人がちょっと歯抜けてる人で、うん、へい500円持ちねっつってこうなんかバーッ作り出すんですよ、あれ俺もう同着やったのに、いやほんまにほぼ同時やったんですよ、うん、なんで俺の方聞けへんのと思って、うん、でバーッてなってたんですけど、もうなんかもう女の子はなんかもうなんか青のりいりませんとか、うん、なんかもうマヨネーズ抜いてくださいとか、うん、ソースもいりませんって、お前何が食べたいの思いながら、うん、もうってなって、うん、でその子はまあそれを買って帰ったんです、うん、で僕は今から焼くのを待たなあかんことになって、うん、でそのちょっと歯抜けた人が、うん、お客様何個ですかって言うから、あの500円分でって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいねって言ってこうやり出すんです、やり出したんですけど、奥からちょっと店長クラスの兄貴みたいなのがバーって来て、うん、お前謝ったんかこの人にっていう話になった、おほうほう、で、何ですかって言うから、あのいや違うわな、お前見てたらお前同時に来たあったのにやな、うん、ちょ二人に聞かんかいみたいな、うん、お前なんでもあっちやねんって、ごめんなさいねって僕に謝ってくれたんで、謝ってくれたらいやもうそれ全然いいんで、うん、でお前もうお前はもう引っ込んどけ、お前役遅いからって、すいませんねって、そいつバーって帰ったんです、ほんで奥に入っていって、うん、ほんでね、もうほんまちょっと兄貴みたいな感じのやつでバーってやりながら、うん、ほんまね最近の赤いやつはボケ取るんすわみたいな、うん、で僕はあそうですかとか、そうです、ね、あそう言われると僕もまあそうかな思ったりする時もあります、まあほんでね、こんなもん何やかんやでね、もうあいつも使い物にならへんしね、若いやつの目ねちょっとどうしますみたいなあってもおかしないっすか、ボケ取るわ言いながら、うん、むっちゃスピードで焼いてくれたんです、うん、ほんで最後クリ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 ってたこ焼きをバーって丸め出して、ちょっと引っ越しするじゃないですか、うん、こっちちょっと上げて、うん、こっちをこうやって、ほんでこれバーってやりだした時になんかね、これプロの技かな思ったんですけど、うん、めっちゃこう時間こうかけてやりはるんです、うん、で、あ、これやっぱりこの間っていうのが美味しいたこ焼きの秘訣なんかなと思って、うん、僕もこうやって見てたんですけど、もう最後にはもうこのひっくり返すやつも置いてもって、うん、もうこうやって見てはるんですよ、こうやって、うん、で、あ、この間が大事なんかな思ったんですけど、うん、その日一番びっくりしたんですけど、その人が僕にパッて僕の方を向いて、うん、すいません、僕たこ入れましたっけって言うんですすいませんって思ってほんで、しそっこ開けた入ってるわ入ってたやん、お前思ってたとこ取れないびっくりしました、はあ、まあまあね、怒ってたからね、ちょっともう抜けてもんだよいや
あ、ひよちゃん、はい、これも5、6年ぐらい前ですかね、急にお尻が痛くなって、あら、もう座ったら激痛ぐらいの、え、何何めっちゃ痛い、痛い痛いってなって、うん、もう普通に座ってられへんみたいな、うん、で自分のこうちょっとスフィンクスみたいな感じでこうなったら痛くないみたいな、うん、痛くないとこ探してて、でもこれめっちゃ何普通になったら痛ってなるし、うん、でもしゃあないなってなってて、うん、で大阪でラジオをずっとやらせていただいてて、うん、そこはもう座らなしゃあないんですけど、もうだからちょっとスフィンクスみたいな感じでこう3時間ぐらい喋らせてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いわってマネージャーに言うたら、うん、病院行った方がいいですと、うん、でわって言って、初めてのとこですいませんってあの受付して、だ待ち合いでお待ちくださいって言ってわって見たら何人かいたはるんですけど、みんな痛いから、うん、でそれぞれの肩っていうのがあんねんな、なるほど、あのパッて見たら一人はあの外野手がフライ追いかけてるみたいな角度で座ってたもう一人はもうリンボーダンスもうほぼ成功ぐらいの感じで座ってたりとかで、そこに俺はスフィンクスでまたこう入らせていただいたんですよ。ほんで予約してたからすぐ呼ばれて、で兵藤さんあすいません言って、うん、でまあちょっとまあパンツ脱いで見てもらったら、二郎っていう病気だと、で海が溜まってると、うん、ストレスかなんかでそれ溜まるんですと、これ手術した方がいいですってなったんですけど、今はできないから、うん、ちょっと海を今からメスで切って出しますって、はい、で思ってこれ痛いっすよねって看護師さんとかに聞いたら痛いですって普通に言うんで、うん、思いながらしなしゃあないわ思って、あの足をこうやって置くような台のところに足置いて、はいはい、お尻出してこういう状態ですね、足置いて折ったら、これ未だに謎なんですけど、なんとかさん Beneath the velvet sky where dreams ignite where stars alight in the depths of night there lies a melody in the cosmic sea a symphony of stars for you and me each twinkling light a story untold in the galaxy's embrace we find our bold With every twinkle a wish takes flight As we dance with the stars in the dead of night Oh, waves of stars in the cosmic sea Where dreams take flight and spirits roam free In the endless expanse where wonders be We'll ride the waves of stars to infinity Among the constellations We'll find our way The starlight guides us night and day With Orion's belt and the Big Dipper's gleam We'll navigate the heavens like a cosmic dream Each shooting star a beacon of hope In the boundless sky we learn to cope With every wish and prayer we send As we journey through the stars until the end Oh, waves of stars in the cosmic sea Where dreams take flight and spirits roam free In the endless expanse where wonders be We'll ride the waves of stars to infinity Through the nebulas glow And the comet's trail will chart our course without fail With a new
はい、うん、あれまだ今年の寒い時期やったんですけど、なぜかまあ僕は南の帝王っていうドラマを僕やらせてもらうことがあって、その撮影をしてたんですね。でそれ大阪でロケやったんですけど、夜横に大東君という役者のこと僕とで、まあ、ストーブ出してもで当たりながら寒いな言いながらこうセッティングしてはんのを待ってたの。ほんなら結構こうギャラリーの人がいてはって、っていうのもなんか最近そのツイッターで今ジュニアがここでドラマ撮影やってるみたいなことがこうあるらしいんですよ。集まってくるね。でパーって見たら女子高生2人がずっとこっちね見てるんですよ、短いスカートで。でまあ何ていうんですか、こう邪魔にならへん距離でずっと見てるんですよ。ほんでまあテストやりますでテストやって、ほんで戻ってきたらもう何も言うわけでもなく同じ距離感でずっと見てるんですよ。ほんでセッティングをやりました、もう一回テストお願いしますってやって、ほんで戻ってきて見たらまだずっと見てるから、ちょっともう声かけてあげようと思ってね、寒い中夜ね短いスカートで待ってるから寒いなーって声かけてあげたんですよ。ほんならあ今ええねやって言ってええねやって言うんで、そのずっと保ってた距離をガーッと縮めてきて、であはい言って、これもしよかったら書いたんで、読んでもらえますかって言って手紙を大東君に渡した、俺もね、いやそりゃそうやろと、そうですいやね、それこそこっちね今いない俳優、俺
女子高生で、なんで女子高生俺を見てると思ってたんやと。いや本当これあのブザイクトークです。申し訳ない。ね。俺もう顔真っ赤っかだって。ほらスタッフもみんなうーわこいつすごいやと思ったみたいな。マジかこいつって。もうマネージャーもいやジュニアさんそれはないです。